皆さんこんにちは。日本人の、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年7月の30日、今回は、飛行機のオートパイロットについて、述べさせていただきます。2018年まあそれぐらいの頃にインドネシア近辺の海へ墜落した飛行機なんですけども、まあそこまで行って委員会ではまあパイロットと AI が喧嘩して墜落したということになってますが、昔から航空機の墜落事故はたくさんあります。で、アメリカの 9.11 とか、もしかしたらそれ以前からそうだったんじゃないかなと。飛行機は AI に、乗っ取られてと。これが本当の話なんじゃないかなと私は思っています。ホームページ淡井圭介の履歴で、サッカー選手のマラドーナさん、神の手ゴールと呼ばれてますけども、反則で審判がそれを見抜けなくて、優勝してしまったと。でそこから世界のタガが外れてしまってるような気がします。特にねスポーツ界で、で、何でもありだったのかと。でマラドーナさんがそのような形で勝ってしまったから早くに亡くなってる、殺されてるということを私はホームページで証言してるんですけども、そしたらウィキペディアのお亡くなりになられた年齢が変わりました。58歳で1回見たんですよ。で現在、2023年7月30日、日本のインターネット上のデータでは、60歳で没ということになっています。だから、しっかりと死亡と書いてる書いてないだとか、データをいくつ作ってるかだと思うんですよね。もしかしたら AI に、ウィキペディアの内容まで、本当のことをばらされそうになると書き換えられている。国が議員が、認めてサッカースタジアム日本では、作られてますから、議員とゼネコンとの癒着、それによるお金の稼ぎだから、プロ野球界の変なあの年俸の金額を見てみんなお金持ちの基準がかなり狂ってますけども、年収500万円以上の方からお金持ちです。本当はいろいろ訴えられたりとかで刑務所を入れられない代わりに罰金を払ったりだとか、それがこの世の中のルールですから、まあ、基本的に会社のことに関しては会社の役員の人たちに、まあ、会社の運営権があって物事を決めれると。で余計な法律がたくさんあるから、違法行為が多発すると。あと社会の常識と商業原理の部分ですね。そこでどうしても、労働者に全ての、負担がいくような形に押し付けて、その反動が経営者に跳ね返ってきてると。これでは幸せな世の中は作れませんと。まあこういうことになります。普通に考えたら分かることがね、社会に出てちょっと働いてしまうと、まあ学生さんなんかもっと社会に出てないから分からないんですけども、社会に出て働いただけではその矛盾の壁を乗り越えられない。大企業だからだとかそういうふうなことで何も言わなくなってしまう。それでは無理なんですよね。社会の改革はできない。例えば交通事故や暴走族を今まで発生させてきたオートバイ、そんなもの生産する資格ないよ。この一言で終わりなんです。ね。エネルギーの残存量問題で電車とかバス利用したらいいんですか？徒歩と電車とバス。買ったら買ったで余計にいろんなところ走り回るんですから。それでガソリン早くなくなるでしょ？車も同じです。通勤でどうしてもいる地点の人だけ車の購入を認めるような社会に変えなかったら無理です。今でも外で、相続のような音が聞こえてるんですけど、これね電波でねクオリティ上げられると分からないですよね。もうこの方向からでは見えないですね。確認できないですね。だからこれがね毎日こうほぼ毎日スポーツが行われてる時間帯
で、僕はこう思ってる被害ですね。今かなりしっかりと音聞こえた方なんですけどね。撮影は間に合わなかった可能性ももちろんあるんですけど、ちょっとね、もうこの、まあ、AI の、まず航空機の AI のその機能がまず必要ないっていうところでね、それは言っておきます。それと本当は AI 機能なんか搭載していなかったのかもしれないですよ。コンピューターは電波で基板まで電波によってジャックすることができてしまいますから、どうしようもないですね。電子機器すべて基板が入ってますから。だから携帯電話とかが流行った時点でいろんな屋根の上にアンテナが搭載された時点で無理設定だったのかもしれないですね。かといってテレビがなかったら何もわからないですし、かといってテレビで嘘紛れ込まされてもお手上げですし、インターネットのウィキペディアもああいう状況ですからね。せめてどこの誰がいつ亡くなったかぐらいは本当のことだけにしましょう。もうそこまで嘘で物事変えるのやめましょう。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。